ご主人様。写真あ、にゃ、ご主人様。あ、ごめんなさい。ついうとうとしちゃって。仕込み終わっちゃった。私も手伝う。ショコラたちの行きたいって言ってたところ、覚えててくれて嬉しかったです。ご主人様、初めての遊園地も水族館もすごく楽しかった。みんなでいっぱい写真も撮ったし、すごくいい思い出。ありがとうございます、ご主人様。大好きです。ちょ。私も感謝の気持ち。ちょ。好きです。ご主人様のこと、こうしてもらってるだけですごくドキドキして、胸が温かくなって。そのご主人様、うん、わかる。すごく胸がドキドキして、その体がもじもじする。ご主人、多分今は発情期は関係ないです。ご主人様が好きで、好きだからエッチしたいってって思うんです。鈴のテストで人は恥じらいを持たなくちゃダメって教えてもらいましたけど、これってダメなことですか？発情期の時は体が無理やりエッチな感じになるけど、今は心が体をエッチにしてる感じ。好きな人とのデートなら、最後はエッチするって聞いた。ご主人は、私たちのこと、好きでしょ？
ご主人様らしいですね。素直じゃないくせに、キザだから。じゃあ、今日はショコラたちにさせてくださいね。今日のお返し、いっぱいしてあげる。にゅう。ご主人、ちゃんと満足してくれた？デートの最後まで、ショコラたちは、恋猫らしくできましたか？それならよかったです。うん。ご主人が満足なら、いい。嬉しいです。一緒にお風呂。髪もちゃんと乾かしてほしいにゃ。ご主人様に大事にしてもらえるの嬉しいにゃ。家猫以上に。飼い猫の幸せ。はい、ご主人様とショコラとバニラで。きっと楽しくて幸せだね。パラ。過労ですね。ひとまず安静にして体を休めないと。兄様の様子がおかしいと飛んできてみれば。まったくもう、何をやっているのですか、兄様は。過労って何ですか？正式にはいわゆる慢性疲労と言われるものです。簡単に言えば、体が疲れすぎてる状態ですね。昨日までは元気だったけど。疲れすぎると逆に疲労の度合いもわからなくなるそうです。疲れすぎると逆に元気になるってこと？それって、ぽぽ。にゃにを考えてるというのですか？誤解されるようなことをする方が悪いと思う。まあまあ、兄様のお盛んぷりは後で聞かせてもらうとして、とりあえず病院に行って診察を受けないとですね。兄様愛してますよ、といつもの愛のささやきを。しぐれの袖から大トロが落ちた。大トロ、超大トロだにゃ。あっといけない。失礼しました。
真面目なお話、症状の進行度合いによっては入院もありえます。まだ若いから体力があっても、その回復自体ができなくなってしまうのが慢性疲労ですから。そんなこと言ってると、お店どころか、死にますよ。死ぬって！死んだら、永久に閉店になりますが、それがお望みですか？ご主人様、死んじゃダメです！絶対ダメですよ！いきなり未亡猫を寂しすぎる。ご主人、それはダメ！私は事実を客観的に述べているだけですが。まあ大丈夫です。兄様を見送った後、私もすぐ後を追いますから。心配する方の気持ちがわかりましたか？では体を休めていただけますね。それとも、救急車で無理やりがお望みですか？はい、素直な兄様は好きですよ。素直でない兄様もそれはそれでいいのですが、ポッ。ご主人様、大丈夫ですか？ご主人、大丈夫？そうなんで、か、ああ。それなら、よっか。私が苦しい時は伸びとかあくびをしてリラックスを、なんかくはでは、ショコラ、バニラ、お店の閉店お願いね。通常業務なら手抜く。猫も面白い習性があるものですよね。まあ、一緒に暮らしてだなんて赤裸々な。ぽ？あら、突っ込む元気もないと？いろんな意味で。兄様への愛ゆえです。さて、冗談はこれくらいにして、どうしてこんなになるまで我慢していたのですか？ご自分の体調など、ご自分が一番わかっていらしたでしょうに。
そうなる前に気づいてたはずです。はぐらかさないでください。それで無理して倒れては元の木阿弥でしょうに。あら、何のことでしょう。兄様のおっしゃることもわかりますが、でも猫は賢い子たちですから、人間の家族にもパートナーにもなれるくらいに。だからこそ。自分にも頼ってもらえないのは、きっと寂しいことだと思いますよ。でも、その痩せ我慢が兄様のいいところでもあるのですが。過労で倒れてしまうような方に頼りがいはないと思いますよ。兄様は、昔から何でも一人で抱え込んでしまうのですから。もう、すみません、兄様、電話が。ああ。要件など出ずともわかります。行き先を告げずに出てきたので。私がまだ年端もいかぬ女だからですか？それとも世間知らずの子供だからですか？だから私はお父様とお母様の言うことに従わねばならないのでしょうか？私はここにいたいのです。兄様が苦しまれてる時くらい、せめておそばにいるだけでも、妹として、家族としておそばにいることも、許されないことなのでしょうか。兄様。それは本当ですか？
兄様らしい説得の仕方ですね。その代わり、また明日も来ますからね。兄様の面倒を見れる人は、もう、私だけなのですから。私たちに片付けをさせておいて、なんたる不始末。これも妹の特権なのですよ。兄様、ゴロゴロゴロ。いやー、私もゴロゴロする。ご主人様、ゴロゴロってしてください。私もこのビッグウェーブに乗らざるを得ない。さあご主人、ゴロゴロしてたも。女性に重いとは失礼ですよ、兄様。比較的みんな軽いはずだから大丈夫。これは愛の重さですよ。だから我慢です、ご主人様。猫パラ。それでは頼みましたよ、ショコラ、バニラ。大丈夫です、任せてください。鈴持ちの猫が2匹もいるからもう満体。そうですね、頼りにしてます。では兄様、また明日に。ご主人様、大丈夫ですか？ご主人、大丈夫？でも、本当に病院行った方がいいんじゃないですか？鈴の試験で習った。動けない時は救急車を呼ぶって。ご主人様。ご主人。難しいこと、わからなくてごめんなさい。鈴を持ってても、人の気持ちまではわからない。何もできないですけど。でも、そばにいますから。ご主人様が、前にショコラたちにしてくれたみたいに。ご主人が辛そうなのを見てるだけは、苦しい。
私にできることなら何でもするから言って。でも、猫は賢い子たちですから、人間の家族にもパートナーにもなれるくらいに。自分にも頼ってもらえないのは、きっと寂しいことだと思いますよ。そんなの言われるまでもないです。離れろって言われても離れない。主人様、大丈夫ですか？ご主人様。39度。ご主人、さっきより熱が上がってる。せっかくご主人様が寝れたのに、すごい苦しそう。お薬は、次は朝まで飲んじゃダメって言ってたし。どうしよう。どうしたらいいのかな。私たちじゃ何もできない。悔しい。ここにいます。ショコラはここにいますから。私もバニラもここにいるよ。ちゃんとそばにいるから。病院に行って、お医者さんを呼んでこよう。救急車はダメでも、お医者さんに来てもらうなら大丈夫だよね。私も同じこと考えてた。この辺りで病院って言うと。ここにお薬がなかったらお隣に行くんですね。さすが人の文明は便利なようにできてるんですね。いつも行くドラッグストアの隣だね。うん。ご主人が辛い時は私たちが行かなきゃ。ごめんなさい、ご主人様。ショコラたちは言いつけを破ります。後でいくらでも謝るから。好きな人が苦しんでるのに黙っていられない。待っててくださいね、ご主人様。すぐにお医者さん呼んできますから。大丈夫？
場所は知らないし、道を聞ける人も歩いてない。でも、このまま帰るわけにもいかないし、どうしたら。君たち何してるの？あ、警察さん！空いてる病院教えてもらえませんか？ご主人様が大変で、それでお医者さん呼ぼうと思って。病院が休みでどうすればいいかわからなくて。飼い主さんが？それは大変だけど、君たち鈴は持ってないの？その、いつもはつけてるんですけど。ご主人の看病してる時に鈴が鳴っちゃうから外してて。とりあえず一緒に来てもらえるかな。ご主人様に連絡がつけばすぐに帰れるから、ね。お家にあるんです！嘘じゃなくて本当なんです！ショコラはご主人様のためにお医者さんを連れて帰らないとダメなんです！ご主人が苦しんでるから私たちは帰らなきゃだね。だから行けない。お願い、分かって。ごめんね。そう言って逃げちゃう猫ちゃんもいるのよ。最近猫を使った犯罪とかも増えてるから。だから、鈴のない猫ちゃんは一緒に来てもらう決まりなの。すぐに身元紹介してご主人様に連絡するから、ね。だから、鈴は家にあるからって。それに、鈴持ちだったら、ご主人様が緊急の時は、救急車を呼ぶくらいわかるでしょ？それは鈴の勉強でやりましたけど。でも、ご主人様が呼んじゃダメって言ってて。私たちには、お店のことがあるから、お客さんに不安を与えちゃいけないって。わかったから、ご主人様に迎えに来てもらおう。ショコラたちのこと、ご主人様が頼りにしてるって言ってくれたんです。だから、ショコラたちはご主人様のところに帰らなきゃダメなんです。そばにいてって言われたから、そばにいるって約束したから、だから私たちはいけない。ご主人のところに帰らなくちゃ。わかった。本当にすぐ帰れるから、ちょっとだけ一緒に来て。ね？ダメです！ショコラはご主人様のところにしか行かないです！ごめんなさい。今だけは絶対に行けない。決まりだから、どうしても一緒に来てもらわないといけないんだけど。主人様、なんで、なんで、ご主人、どうして。主人のこと、今度は私たちが守らなきゃって思ったから。だってご主人様が苦しそうにしてたから、いても立ってもいられなくて。ご主人が辛いのに、何もできないのが辛かった。家族だから、恋猫だから、何か、何かしなくちゃって。
主人様。ご主人。ごめんなさい。心配かけてごめんなさい。ご主人様。ごめんなさい。ご主人。ごめんなさい。鈴の紹介もできましたので、私はこれで失礼させていただきますね。これマジでうめえな。洋菓子はあれだと思ってたけど悪くねえな。あずきってば本当に食べ方が汚いわね。誰も取らないんだからもう少し上品に食べなさいよ。せっかくの美味しい紅茶がまずくなるでしょうか。ショコラちゃんバニラちゃんとお揃いの制服だ。かわいいな。
嬉しいな。なっちゃんも一緒だね。その、私みたいな猫にこういうのは似合わないんじゃないかと。こういうのは小さくて可愛い猫じゃないと。そんなことないですよ。素材が良ければ全て良しですから。ココナッツは私の自慢の猫なんですから、堂々となさい、堂々と。そうだよ。なっちゃんは背が高くてかっこいい猫だよ。僕はそれが嫌なのに。もっと可愛くなりたかったにゃ。おかわりいっぱいあるよ。ショコラとご主人様の初めての共同作業でいっぱい作ったから、食べて食べて。紅茶もいっぱい種類ある。覚えられないくらいいっぱいあるから、一覧表作った。その番号で注文お願い。おはようございます、兄様。私は今回の一件でいろいろと考えたのです。今回の一件で兄様に無理をするなというのが無理なことがよくわかりました。ですが、私も妹として夜も眠れぬほど心配をさせられたのもまた事実。ならば人員を増やして兄様の負担を減らすのが一番の得策と、しぐれは考えたのです。ご心配は無用です、兄様。兄様のためならば、私にお給金など不要ですから。はい。ですので、私一人ではなく、猫たちが協力してくれるそうですから。花椒様のため、しぐれ様の命とあれば。しょうがないわね。しぐれがお小遣いくらいは出してくれるんでしょ。ったく、めんどくせえけど飼い猫のつれえとこだよな。私は花椒さんの美味しいケーキとお茶をいただければ十分です。全員鈴持ちの即戦力です。文句はありませんね。先輩として歓迎しちゃうよ。またみんなと一緒。嬉しい。こうでなくちゃ。ああ、まさか兄様と一緒にお菓子を作れる日が来ようとは。しぐれは、しぐれは、銀河一幸せな妹にございます。よかったね、しぐれちゃん。でも新しい門出に涙はダメだよ。はい、ハンカチ使って。しぐれ様が嬉しいと僕も嬉しい。よかったですね、よかったですね、しぐれ様、本当に。指名ナンバーワンになったら、ボーナス出んだよな。かー、そしたら毎日ボーナスか。大トロ食い放題じゃねえか、たまんねー。また、あずきはバカなことばっかり言って。私がいるのにナンバーワン取れる気でいるなんて。さあさあ、みんな、お店を開けますよ。準備はいいですか？